ブンブン。ハロー YouTube。どうも、それです。今回は先日、ファーウェイが海外で開催したイベントにて、以前から噂されていた新しい OS、ハーモニー OS について発表がありましたのでご紹介したいと思います。このハーモニー OS というのはスマートフォンはもちろんですが、タブレットやスマートウォッチ、その他スマート家電や自動車、パソコンなどにも搭載が可能な OS とのことです。OS の開発コストというのはかなりかかって、例えば、Linux の場合ですと、1000億以上かかるとも言われています。スマホ向けの OS としておなじみの Android の場合は、Linux をベースに開発しており、今回、ファーウェイが発表した Harmony OS が一から開発されたのか、それとも Android と同じように、Linux をベースに開発されたかどうかは不明です。今回発表された Harmony OS が、具体的にどの製品に搭載されるかということについては発表されていませんでしたが、間違いなく今後サムソンが発表されるスマートフォンの一部には搭載されるかと思います。今年後半に発表される予定のファーウェイのもう一つのフラグシップモデル、Mate 30 Pro に搭載されるのではという説もありますが、特に開発にコストがかかるフラグシップモデルの場合、それらの数を販売して開発コストを回収しなければいけないので、個人的にはいきなりフラグシップモデルにこの新しい Harmony OS が搭載される可能性は低いように思います。いずれにしろ、現在のアメリカと中国の関係を見ると、Android に依存したスマートフォンの開発というのは今後難しくなってくるかと思いますので、特に中国圏のメーカーを中心に、この Harmony OS 搭載端末が増えてくるのではないかと思います。当然、スマホ向けの OS の場合、その OS に合った専用のアプリストアも用意する必要があり、ファーウェイは Harmony OS に向けてアプリを開発する場合、開発者に対して開発費用を出資するという発表もされています。ただ、開発費用すべてを負担してくれるわけではなく、大手のアプリメーカーがまだ普及するかどうか不透明な OS のために開発に乗り出す可能性は低いかと思いますので、まずは個人や小規模なアプリメーカーのアプリが中心になってくるかと思います。いずれにしろ今回の発表は Harmony OS の概要だけを発表され、具体的にどういったものになるかということについては発表されていませんでしたので、開発は進んでいるとはいえ、まだまだ実用的なレベルには達していないように思います。今後も何かファーウェイからはこの Harmony OS について新しい発表があるかと思いますので、その辺発表されましたらまた別の動画にてご紹介したいと思います。なお、この動画の概要には現在ファーウェイから販売されている最新のスマートフォン販売ページのリンクを貼っておきます。それでも興味ある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。